こんにちは、ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、ベースをオーダーメイドしようということでやっていきたいと思います。はい、実はですね、今あの中央高速のですね、諏訪湖サービスエリアにいるんですけれども、あの長野県にあるですね、レッドハウスさんという、まあ、楽器メーカーがあるんですけれども、そこにですね、僕が自分で使う用のベースのオーダーをしにですね、今向かっている最中です。レッドハウスさんはですね、本当にそこの自社工場で作っていてですね、今からその工場の方にですね、お邪魔させていただきたいと思いますので、興味ある方ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。はい、改めましてですね、レッドハウスさんに向かっている最中なんですけれども、あのレッドハウスさんっていうのはですね、実はあの僕のね、知り合いの界隈ではですね、すごくまあ評判が良くてですね、今回プレベを作るんですけれども、あのプレベがすごいいいっていうね、評判をまあちょこちょこ聞いてですね、で僕もね、あの一度弾いてみたいなと思ってたんですけど、まあちょっと試奏する機会があってですね、弾いてみたところなんかまあ非常に良くてですね、もうこれはいい機会だと思ってですね、今日はレッドハウスさんに僕のねプレベを、オーダーしに行こうと思っております。でこの後ですね、工場の方でもですね、あの撮影許可をいただいているので、あの実際にね、楽器がもうその工場で作っているっていうところをね、あの見る機会もね、なかなかないと思うので、お楽しみにしていてください。それでは行ってみましょう。はい、ということでね、レッドハウスさんにお邪魔させていただきました。レッドハウスさんの、はい、石橋さんです。はい、石橋です。はじめまして、よろしくお願いいたします。はい、ですね、ということで、もう早速あの実際にね、楽器を作っている、ね、工場を見せていただけるということなので、ちょっとね、石橋さんに案内していただきたいと思います。はい、はい、じゃあこちらからどうぞ、はい、どうぞ、ね、お邪魔します。こんにちは、お邪魔します。今何をされているんですか？今はですね、あの外周、ネックの外周を今粗加工したものがあるんですけど、はいはいはい、これはちょっとあの基準寸法にきれいに出して、でまたネックの加工をしていく、その前段階、準備段階、準備段階、はい、なるほど、ありがとうございます。お邪魔しました。基本的にこういうね、四角いこういうメープルの板に大体の寸法を書いて、はい、最終に仕上がる寸法よりも1ミリくらいぐるぐるっと大きくつくんですよ。でその状態で裏側をこういうふうにある程度の質量を取ってあって、で、ある一定期間寝かせると材料に狂いが出てくるんですね。へえ、その木だから、木だから、うん、狂いが少しずつ、あと加工されたことによって応力が変わるので、はい、ネックの材料の、うんうんうん、その辺で狂いが少し出るものがあるので、それをもう一回平らにして、ぐるぐるっともう一回最終的にきちんとした正規の寸法に落とすっていう、二度手間なんですけど、なるほど、まあこの辺も大事なちなみにこれが、ネックに、はい、これネックの材料、メープルですね。メープル材料です。当たり前ですけど、ただの木の板ですね。そう。いやでも普段楽器しか、楽器でしか見てないから。そうですね。ちょっとびっくり。そうですね。ありがとうございます。板板を。あ、当てて、これ板なんだ。ああ、なるほど、なるほど、ね、はい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 、なるほど、あの木をこの状態にしているわけですね。あ、なるほど、あ、本当だ、これはまだ途中ってことなんだ。これはまだ途中です、ね、あ、それで最終的にその後にこういうふうにここにこうトラスロットが、普段は見えないですけど、トラスロットがこう入るような形になります。なるほど、はい、なるほど、こんな感じです。ここまでわかりました。ありがとうございます。スタッフの方、ありがとうございました。なんか石橋さん慣れてますで、あとはまあこの辺にちょっと大きな機械があったりなんかして、はい、でこれが、バンドソーって言って、あのこうノコギリの刃がついてるんですね、ここに。で、はいはい、こう長いのがぐる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 ってこう回っているんですけど、はい、あ、刃が回ってるんですか？刃が、刃をちょっと待って、こういう感じですね。へぇ、はい、ちょっとわかんないけど、あ、でも回ってる、なるほど。それで、こういうものを例えるとこう切るっていうためのものです。で、大体にこうなるとこんなような形、はい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 、四角い板からこういう形に大体に、大体まず、はい、さっきと同じで大きく切って、でもう一回加工し直していくっていう、なるほどなるほど、形になります。例えばあとはこの辺が、あの王道のアルダ、これアルダ、これアルダですね。
なんか全然不思議、当たり前ですけど。これがアッシュですね、ライトアッシュ。あ、こっちの方がちょっと軽い。材料はね、物によって全然違う。全然違うんです。なるほど。だから同じアルダだとしても重い軽いあるし、あります。アッシュだとしても重い軽いある。あります。で、持っている音もみんな違うんですよ。こういう音でしょ。例えばこれが、ちょっと低めだったり、はい、もう本当全然違う。だからあの同じライトアッシュですって言っても、その自分の好みの傾向の音がに近づくかどうかって全然違うんですよ。これも違いますよね。本当だ。でもこの状態からベースになった時の音が想像できないからよくわかんない。でも基本的には硬いものはそのまま硬いトレブルの方のこういう成分が耳につくようなことになってきます。それはもうあの間違いなくそうです。なのであの合わせるネックにもよるんですけど、そういった時に音の立ち上がりとあと広がり、そういったものも加味しながら、今回のお客さんにはこうかなああかなってこう悩みながら作ります。なるほど。じゃあもうその木材の選定からもうその好みに合わせてやってもらうと思います。はい。で今彼らがやってるのが手磨きになりますね。ある程度の機械で仕上げたものをこうやって手でひたすらその表面を磨くというか角を取ってるんですか。今角を取ってるところですね。最初はすごいもう鋭利なんで、こう丸めていってる感じです。ちなみにこれがまだそうですね、ネックにあのさっきのバンド層っていうのこぎりで引いただけのやつですね。これベースですね。でかっ。これでかいですけど6弦ベースを作るんだ。へえ。その後にさっき言ったみたいにプラスロットが、あ、これも入ってる。これも入ってます今ね。これ、あ、本当だ。これベースですか。これベースですね。5弦ベースな、なんか思いのほか重たいですね。そうですね、まだあの裏のグリップとも取れてないし、ヘッドも厚みがもうまんま残ってるんで、もうこんな状態、こんな状態分かるか。ほら、もう本当に原型っていうのへー。でそれがまあだんだん指板を張ったりしてこういうような形になってきますんで、おお、なんとなくそれっぽい感じに、だいぶ楽器っぽくなってきた。で、ちょっとヘッドの形がつくと、ちょっとこうね、だいぶ楽器じゃんみたいな。本当ですね。ね、これじゃちょっとなんだかわかんないもんね。面白い。あ、本当だ。フレットの溝がついて。そうですね。でも穴もなんもないんですよね。そうですね。これから糸巻きの穴を開けるような形になりますよね。裏もまだなんかすごい角張ってる。へえ。面白い。ありがとうございます。こんな形になります。これアッシュですか。アッシュです。ライトアッシュです。すごく軽い。思った。こんな形のアッシュの材料に、はい、基本はここのセンターのラインでこんな感じで鉛筆で線をして、で今度こういうような形にして反対側、それでこう切って貼り付け、貼り付け。うん、それで一あのボディの形になりますね。でからあとはこの辺がちょっと今ちょうど入ったばっかりの、おー、これはねローズウッドのネックが取れる材料なんです。指板材ですね。ネックを作る。あ、ネックなんですね。ネック。へえ。ローズネックっていうのを作るんですか。はい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 、はい、この辺も全部あれですか。あ、これはコンジェラスマホガニっていう材料ですね。ヘッポールとか使うやつですね。これなんでここに重さとかも大体書いてあって分けて使っていくような感じですかね。じゃあここからですね、実際に音を出していきたいと思います。あの平日にねスタジオがあるそうなんです。こちらに入りたいと思います。ではこちらへどうぞ。ありがとうございます。さすがすごい。これ
3本の中では一番好きかな。サウンドっていうか音の傾向的には多分これかなって。さすが今回のリクエストのハカランダ島。おお、これがハカランダ、これがベース用のハカランダ島ですね。